西尾市の茶畑西尾の抹茶は西尾茶を対象とする地域ブランドの一つ。愛知県西尾市、安城市、はずぐんき町で生産された茶葉を同地域において天茶加工、仕上げ生成し、茶薄引きした抹茶を指す。飲用から加工までのすべてが対象。茶の分野で抹茶に限定した地域ブランドとしては全国で初である。2005年4月、抹茶生産で 全国有数の産地である西尾市周辺で栽培された茶葉をより付加価値を高めることを目的として西尾市茶業組合が地域ブランド取得の検討を開始した2007年4月に西尾茶共同組合が設立され中心となって手続きを進める2008年7月末西尾茶共同組合が西尾の抹茶を地域ブランドとして特許庁に申請 2009年2月20日に地域団体商標に登録された。2017年3月には農林水産省の地理的表示保護制度の登録産品として登録されたが、2020年2月に生産工程管理業務を廃止したという理由のため、登録が消女された。ブランドマークは抹茶をイメージする抹茶茶碗と茶線をデザインしており、抹茶色を使用。マークには、 茶道をつなげ、西尾の抹茶を永久的に広げつなげていくという願いが込められている。地域ブランド、西尾の抹茶は、生産、製造、加工地域が厳密に定義されている。伝統的な茶薄引きが条件である。生産地である西尾の土地は、矢作川と矢作古川の三角州に位置しているため、水はけの良い砂状の赤土であり、矢作川の川切りで適度な湿度が、 茶畑一体を覆っている。これらがお茶の生育に適していると言われている。棚下生産、関連者の二枚掛け、ヤギャップなどの第三者認証の取得、トレーサビリティ、その他栽培技術の改良を行っている。ありがとうございます。